今日もね、冒険編でいきたいと思います。スバルさん、これはな、難しいんです。スバルさんからの質問ですけれども、栗木さんの冒険についてどう思いますかという質問が来ていまして、これはね、本当に栗木さんの冒険なりね、そんなについて、すごく僕のところにいろんな方が、よく質問が来ますけれども、正直、僕ごときがね、栗木さんの冒険を語れることもできないし、僕なんかよりもね、はるかに難しいことにね、チャレンジしてましたから、ただ栗木さんがね、まだ本当に、山登りを始めた頃かな。そうですよね。確かね、マッキンリーが終わって南極に行く前だと思うんですよね。ですから、だいぶ前ですよ。僕がちょうど札幌で公演があって、で、そこにね、ふらりとね、栗木さんがいらしてね、で、僕の控室に、ね、訪ねてくれてね、僕その時初めて栗木さんっていう方を知ったわけですね。まだね、それほど、メディアに多分出てなかったんですね。北海道のね、地域のメディアに出てたかもしれませんけど、全国的にはまだそんなに知られてなかったと思うんですね。まだ学生だったのかな？まだ20代前半ですよね。で、僕すごくね、その初めて彼が僕の控室に来た時の彼の言葉っていうのが印象的でね、彼は7大陸最高峰をやると。っていうか、やりますと。僕は必ずやりますってね、なんか宣言しに来たんですよね。で、それまではいろんなこうね、学生が僕のところに来てはね、なんか相談もありました。こういう冒険してみたいけどどう思いますかとかね。ただ栗木さんはやりますっていうことをね、7大陸最高峰をやりますっていうことをね、宣言しましたよね。なんか宣言をしに来ましたね。そして、それからね、僕すごく印象に残ってて、定期的にね、連絡を取るようになって、ある時からね、単独無酸素でやるっていう話になったんですね。7大陸単独無酸素でやるって、そういうふうに言ってきて、エベレスト以外はね、無酸素っていうのは当たり前ですからね。ただ、彼は最初ね、7大陸最高峰単独無酸素っていうので、それはエベレスト以外はそれは酸素を選んだろうと。彼もそれはよく分かってましたけどね。でもね、僕は本当に彼がすごいと思ったのが、マナスル、実際にマナスルとかダウラギリとかね、ブロードビークとかね、いろんな8000メートルの山々をね、やっぱり単独の酸素で登っていくんですね。で、それは本当にすごいと思いました。本当に彼が山を登り始めてからね、短期的にトン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 とこういくわけですよ。で、なんだろうな、僕がね、彼は本当すごいと思ったのが、例えば僕は十何年前にマナスルっていうところに挑戦して、僕は登頂できなかった。ね。で、カトマンズに降りてきて、で、パソコンでね、栗木さんもそういえばダウラギリ行ったなと思ってね、どうだったのかなと思ったら、ダウラギリ単独登頂っていうね、映像がね、栗木さんのホームページで出てきて、要するに、そんなに遠い山じゃないんだよね、マナスルとダウラギリはね。で、僕はマナスル悪天候だったり、いろいろあって登頂できない、僕の力不足ですけどね。ただ栗木さんは単独で登った。すごいなと思いました、正直。僕より4等若いしね。ジェラシーもありましたね、正直ね。で、僕、日本に帰ってきて、でもね、僕は本当、その頃、僕も全国に公演で回りますよね。そうするとね、いろんな方からね、栗木さんの話聞くんですよ。で、ちょうどあの頃、栗木さんは、ニート登山家っていうね、僕は彼はニートと思ってませんけど、ただ、ニート登山家っていうふうに、表に、彼は公言したんですよね。とね、メールもらったり、その SNS で、で、ニートの方々が、栗木さんの冒険を見てね、勇気をもらったと。僕も何かができるんじゃないかと思うんですっていうようなね、そういうね、コメントがだいぶ僕のところにも来ましたよね。
でも本当全国回ってますとね、本当いろんなところで栗木さんの話ってね、出るんですよ。で、ものすごく多くの人がね、嬉しそうに栗木さんの話をするんですよ。栗木さんに勇気をもらえた。自分でも何かできるんじゃないかと思えた。だから僕も、こういうことに挑戦していきたい。っていうことをね、本当に耳にするんですね。僕その時に、彼の社会的な役割っていうのかな。まあ、彼は彼でね、自分のために冒険してますけどね。自分のために冒険をしてますけど、自分のためだけではなくてね、自分が冒険する姿を多くの方にね、見せることによって、多くの方に夢を持つことの素晴らしさっていうのをね、伝えていきたいと。で、その頃からね、冒険との共有、まあ、共有という言葉をね、栗木さんが使うようになってね、で、撮影隊っていうのかな、撮影クルーをね、一緒にこうヒマラヤに行って、で、彼の冒険をずっとね、こう定期的にこうヒマラヤからこう、映像をね、こう配信していくわけですよね。で、こう、なんか GPS みたいなのつけたよね、今自分がどこにいるかっていうのをね、で、それはもう、要するに、日本にいながら、栗木さんが今どこに登ってて、どこを登ってる最中だっていうのをね、こう分かると。と、日本にいるファンの方はもうドキドキしながら、それをずっとこうパソコンの画面を見ながらね、応援してメッセージを書き込んでいく。まあ、冒険との共有っていうことをね、まあ、栗木さんはテーマにしたんですよね。これもうね、栗木さんのスタイルですよ。栗木さんが自分が挑戦することによって、多くの人に希望と勇気を与えたいっていう栗木さんの思いから始まったことだと思うんですね。でもそう、ただ僕その時にすごい背負ってるなと思いました。だってこう、僕がヒマラヤにいる時に、ね、僕がエベレストに登ろうと思うと、もうそこに僕は集中するわけですよね。冒険との共有っていうのはね、なかなかこれはもう現場では本当にそれができるのかなと思っていて、やっぱしもう100%専念しなきゃいけない。特に栗木さんの場合は単独無酸素っていうね、極めて難しい挑戦なので、100%集中しないといけない状況の中で、彼は配信する、ずっとこうメッセージをね、ヒマラヤからずっとこう、伝え続ける。で、リアクションが返ってくる。またそれに応えるっていうことでやるわけですよね。で、それは僕はすごく大きな負担になるんじゃないかと思ってね。だ、僕は例えば、僕がヒマラヤに行ってる時に、僕も SNS でね、まあ、現地からこういろいろね、情報を発信しますけど、僕はできるだけあんまり日本からのね、こう来るコメントをね、あんまり、まあ、見ることもありますよ。ただあまり見ないようにしてます。やっぱしね、こう日本からいろんなコメントが来るとね、そこにね、まあ、僕の場合、特に僕はそう強くないので振り回されちゃうんですよね。やっぱしこう100%専念したい、できるだけね。栗木さんはの栗木さんの冒険っていうのは、やっぱり共有するっていうのが大前提っていうか、それが彼にとって一番多分大事なものだったんですね。ただ、なかなか登頂できないとかね、まあ、単独無酸素でね、それは他に登れないんですよ。もちろん、僕なんか絶対できないですからね。無酸素でエベレスト僕では100%できません。でも彼はそれやる。しかも単独でっていうね。で、だんだんね、やっぱその、結果が出ない。途中で引き返していく。それを繰り返していくと、だんだんそのみんながその応援したね、SNS でみんなこう栗木さんを応援したのが、だんだん途中からね、例えば下山家かっていうね、下山家栗木とかいうようにちょっと批判に変わっていくんですよ、だんだんね。彼もそれ分かってるんですよね。で、批判を浴びながら彼はまたエベレストに行って、また批判されながら、でもその批判の言葉っていうのを、その調整中もそれを見てしまうし、そこまで共有するわけですよね。まあ、共有って、そこが本来共有っていうのはいいことだけじゃなくて、ネガティブな意見にも要するに向き合うっていうのが多分共有なんですね。そうすると共有っていうのはね、背負っちゃうんですよ、ものすごく。だから僕、これ僕の考えですけど、帰ってきたらね、日本に帰ってきたら、例えば講演会場とかいろんなところでこう冒険の話をしながら、こう、まあ、そこでの共有っていうのはあると思うんですけど、もうギリギリのところで命を懸けて挑戦してる人間と、日本にいる人間とで共有できるわけないっていうのが、これは僕の考え。
なんですね。これ僕の考え。ですから、ある時からね、もう僕もね、もう長い付き合いですから、栗木さんとお会いするたびにね、なんとなくそのね、背負ってるものの重たさ、まあ人間みんな何かしらを背負ってますけどね、ただあまりにも重たいものを背負うとね、もう身動き取れなくなりますよね。ですから、だんだんね、こう追い詰められていく、いってるような、最初はすごくね、マナスルとかダーレギリ登ってた頃はね、楽しそうにやってましたけど、エベレスト、ね、何回も繰り返し、何回も何回も行くんですけど、で、失敗して、失敗して、ね、失敗して。とだんだんある時からね、苦しそうに僕には感じたんですよね。で、途中からね、だんだんまたこう、エスカレートしていくっていうか、最初はこうノーマル、ね、一般ルートからこう挑戦するんですけど、途中からね、北壁に行ってみたり、ね、南西壁の方とか、まあ、西稜かとかね、まあ、いわゆるバリエーションルートっていうのなんですけど、ノーマルルートではなくて、こう岩壁から登っていくっていうね、っていう方向にね、なぜかそっちにシフトしていくわけですよね。そうすると、もう単独で無酸素っていうだけでも相当難しいのに、そこに、バリエーションルートっていうさらに難しいこうテーマっていうのをねこう加えていくわけですよ。でそうなってた時に、まあ僕も山屋の端くれですけどね、客観的に見てると、客観的に見ると本当にそれがね、実現できるのか、まあ、実現できるかできないからみんな冒険してるんですけどね。ただ非現実的に入ってきたなって僕は思ったんですよね。でそこはもう栗木さんとも 何度もそういう話をしたことがあるんです。やっぱしこうまずノーマルでね、もう単独無酸素だけで大変なんだから、ノーマルから攻めたらっていう話をね。あとまあ季節ですよね。春と秋ってありますけど、春っていうのは非常に秋っていうのは非常に難しいんです。雪が多いんですよね。で登山帯も少ない、雪崩のリスクもある。でも栗木さんは秋にずっとこだわる。春の方が登頂率いいんです、ね、雪が少ないんでね。ですから僕は春行けばと言ってもね、栗木さんは春はたくさん人がいると、だから秋ほとんど人がいない秋の世界で僕はエベレストを感じたいんだということでね、秋に、まあ、こだわってきましたけど、やっぱりなかなか登頂できない。で僕自身どっかで首をかしげることもありましたね。例えば、ね、最終キャンプから普通アタックするんですけど、最終キャンプになかなかたどり着けない。で最終キャンプの下からアタックしますっていう無線が入るわけですね。でそれはもう共有してますから、ライブでも出るわけです、ネット上でね。でも例えば 7300m あたりからね、無酸素で山頂目指しますと言っても届くわけがない、山頂にね。で万が一届いたとしても、登頂仮にできたとしても帰りがありますからね。しかも無酸素ですからね、有酸素と違って無酸素は時間かかりますから、ものすごく体のダメージもありますしね。ですから、でもね、僕はもうネット見ててね、栗木さんのファンの人たちは、まあ、純粋にファンが多いわけですね。でその皆さんはそのみんな書き込むわけです。隊長ならやれる、栗木さんならできますっていうね、まあ、応援のメッセージがいっぱい届くわけですよ。で、その栗木さんはそれをそのキャンプさんとかでね、見てる。で、行くわけですけど、ただ、応援するってのは大事なことなんですよ。まあ、栗木さんを応援する、いろんな人が栗木さんのためを持ってとか、まあ、栗木さんに勇気づけられて、それで応援のメッセージを書き込むんですけど、ただそれが本当に応援なのかっていうことなんですよね。キャンプさんから 7000m の半ばからね、無酸素で、秋、雪が多い秋でね、山頂に単独無酸素で行けるのか、行けるわけがないっていうか、仮に行った場合に帰ってこれるのか、相当リスクがあるわけですよね。となった時に、体調ならやれる、頑張れとか、応援してるとか、そういうふうにわーっと書き込むとね、まあ本人それ見ますからね。なんとかと思いますよね。でもそれは本当は正しい形での応援ではないと僕は思ったんですね。ですから僕はね、その、まあ、彼がそれを目にすると思ってましたからね、
キャンプ2、キャンプ3、キャンプ、キャンプ3から山頂には届かない。一回降りて仕切り直しした方がいいってことは僕あえて書きました、そこにね。それはね、その国木さんに対して伝えたいってこともありますよ。キャンプさんからじゃ無理だよっていうこともありますけれども、周りのね、この国木さんのファンがわーっとね、応援メッセージ書き込むので、彼らに対してね、なんだろうな、彼らに対してそんなのは応援じゃないぞと、追い込むだけだよと、本人を追い込むだけだよという思いで書いたんですね。まあ、もちろんね、冒険っていうのは自分で決めるので、いろんな人が言われてそこでね、判断がね振り回されちゃ本当はいけないんですよ。それは本当はいけない、それはもう弱さなんですけど、ただまあそれがね起きやすい。でまあやはりクリキさんなかなか登場できなかったし、である時に、まあ、遭難するわけですね。ただその時の遭難はね、まあ、レスキューされて帰ってきたわけです。で帰ってきてたら、まあ手がねもうたくさん凍傷にかかりましたよね。入院して、まあ、最終的な手の指10本中9本ね切断しましたけど、ただ切断するね、前、まあ、こう包帯がまだ包帯だらけの時ですけど、僕は栗木さんに僕が伝えたのがね、その9本は栗木さんの代わりにね死ぬんだっていう話をしましたね。で栗木さんはその9本をこれから失うと、でこれは栗木さんの身代わりだよとね。で9本指を失うっていうことによって、栗木さんは冒険のスタイルを変えることができるんじゃないかと、やっぱりそれまでずっとね単独の酸素っていうことを公言してきたんでね、やっぱそれをねスタイルを変えるってのは難しいことなんですよ。とても多分勇気のいることなんですよね。なのでまあね、指を9本失うことによって単独無酸素っていうのが現実にできないと。だから例えば単独を捨てるのか無酸素を捨てるのか、まあ、バレーションはねもうこれやるといい。で僕は栗木さんに言ったのが、時にね何かを捨てるっていうことも大事だよっていうね。単独も無酸素もバレーションも全部やりたいって思うとね、やっぱ人間でこの夢があるじゃないですか。ただ時にその夢にね殺されるわけですよ、特に山の場合ね。ですから栗木さんには、何かを捨てる、単独を捨てるのか無酸素を捨てるのかと、一つ捨ててもね、例えば無酸素でもシェルパのサポートを得てでも無酸素で登ったってすごいことなんですよね。で、まあ、酸素を吸ったとしても単独で登ってもすごいことなんですよね。ですから僕はね、何かを捨てるっていうこともやっぱし生きていく上で大事という話をね、しましたけど、彼はいつもね、とても静かでね、じーっと考えながらね、僕の話でじーっと考えながら聞いてましたけどね。でも彼は結局スタイルを変えなかった、最後までスタイルを変えなかったんですね。ですから本当、まあ、最終的にね、エベレストで、しかも南西壁ってね最も難しいようなところね、もう最も難しいってか難しいルートに単独で無酸素でね、挑戦しましてね、まあ、そこで滑落して亡くなりましたけどね。本当に彼が遭難する直前に何か僕もね、何かあの時感じることがありましてね。で僕もヒマラヤにいたので、エベレストのチャックの山で挑戦してましたね。ただ栗木さんの冒険、エベレストのベースキャンプに入るって言うんで会いに来ましてね、初めてベースキャンプに会いに来ましたね。自分の山登りを一旦中断して栗木さんに会いに来ましてね。やっぱ感じることがあったんですね。でそこで評価でね再会しましたけど、なんかすごく小さく見えましてね。これからエベレストに挑むんだっていう男が発するオーラではなかったんですね。で僕はその時ね、これは僕の推測ですよ、推測ですけど、おそらく栗木さんの中で何かが違う、何かしっくりきてなかったんじゃないかと思うんです。まあちょっとね、栗木さん体調崩したので、まあ、体調崩していただけかもしれませんね。ただ僕が感じたのは非常にテンションが低いというかね、何かこれから挑むぞっていう男の発するオーラではなかったんです。迷いかなとかね、あとは引くに引けない状況に追い込まれてしまったのかなとか、僕はそう感じましてね。
ただそこであんまりね、もう何も喋ることができなくてね。うん。トントンと最後ね、トントンって言って。俺先日本帰るからな。日本でも、日本で会おうなと。帰ってきてね。もう帰ってきてねっていうのが精一杯でしたね。で、それで別れて。うん。で、僕が日本に先に帰ってくるんですけど、ただ飛行機の中でもずっとね、クリキさんのことがね、もう頭から離れないんですよ。でね、ちょうどその帰りの飛行機でね、花谷さんっていうね、またこの日本のスーパースターですよ、スーパー、クライマーですね。偶然飛行機が一緒で、席も隣でね、花谷さんとクリキさんが南西壁に突っ込むことについてね、本当に大丈夫かと。だからまあ南西壁に行くってことは僕は飛行機の中でも知ってましたしね、花谷さんも。僕の中では、まあちょっと行ってね、これはすぐに降りてくればいいと思ったんです。と思ってね。と思って、羽田に着いて、うちのスタッフが羽田にいましたんでね、クリキさんもなんかニュースあるかって、もうね、気になったんで来たらないって言うんですね。そうか、と言って、羽田から僕が家に帰って、まあ昼ご飯ね。昼ご飯をこう食べた時に栗木さんのソーランの一報が入ったんですよね。落ちたと。まあ亡くなったと。一報がね、ちょうど日本に帰ってきた日に入りましてね。ガクッとしましたし、同時についに来たかっていうね。ですからもうあのスタイルを貫き通せば、もう時間の問題だなと思ってましたからね。もうひょっとしたら栗木さんの最後の落としどころっていうのはもうそこしかなかったのかなとかね。まあこれはね、栗木さんでしかわからないことだからね、とやかく人が言うことじゃないんですけど、ただ本当に残念だなと思いましたね。残念だなって、そんな軽い話じゃないんですけど、とてもね魅力的だったし、僕ね、栗木さんなら例えば単独を捨てるとかね、無酸素を捨てる、何かを捨てても、やっぱ多くの人にね、やっぱ夢や希望を与えることができたはずなんですよ。僕は間違いなくそう思ってますね。で、僕栗木さんにね話をしたことがあって、やっぱし栗木さんはすごく多くの人にね、やっぱし夢や希望を与えてきたんですよ、間違いなく。それは僕がよく分かってます。ですから僕は栗木さんに言ったのはね、やっぱし栗木さんが遭難すると、やっぱ多くの人をね、やっぱ悲しませると。悲しい。ね、だから、僕も自分自身そう思ってきましたけど、栗木さんに対しても、栗木さんは山で死ぬ自由ないよと。もうこれだけ多くの人にね、いろんな希望と夢を与えた栗木さんは、死んじゃダメ。死ぬ自由がない。っていう話をね、しましたけどね。ですから本当、なんでしょうね。もうこれ以上僕はあまり栗木さんに対してね、語ることもないし、あまり語りたくもないんですけどね。無念ですね。で、やっぱし何か捨てる、やっぱしね、何か一つ捨てるってのはすごく大事なことだと思うんです。上村直美さんの奥さんがね、キミコさんが僕に話していたことを思い出しましてね、上村もね、いろんな冒険をしたかった。北極、あれだけが北極点とか北極県の冒険とか、グリーンランドの縦断犬ぞりでね、あれも全部南極のためだった。ただ南極はね、なかなかそれがね、冒険が実現できなかった。ただ南極は諦めきれなかったね。で、その南極のために、なんとかその南極の冒険につながるために、冬の真っ昼に単独で行って、まあ遭難されるわけですよね。で、キミコさんがね、以前ですけど、ボソッとね、上村も南極を捨てることができたらな、それができたらなって言ってましたね。ですから、何か、諦めるっていうことじゃないですよ。夢を諦めるっていうことじゃないんですけど、時に何か一つを捨てると。で、何か一つ捨てることによって、違う何かをつかめる。だから、栗木さんが単独無酸素の何かを捨てることによって、違うスタイルでエベレストに登れたかもしれないし、登れなくたって、まだまだいろんな冒険がありますからね。生きてさえいればね、いろいろできるんでね。人生っていうのは時に何かを捨てるっていうことも大事だったなと思いながら、
まあ、それはね、やっぱしこう、栗木さんのね、相談っていうのを、やっぱし僕らやばいなっていうのかな。やっぱしこう、やっぱ教訓にしなきゃいけないですよ、教訓。やっぱりそういう相談を繰り返さないために、まあ、どうぞ相談で時に起きますけど、ただ教訓にするっていうことと、あと僕はもう一つ思いますけどね、応援する側の人たちの、にとっての教訓でもありますね。やっぱり応援するっていうのは、ね、みんな純粋に応援していいんですよ、いいんですけど、応援をすることによって時に、栗木さんをね追い詰めていくと、まあ、追い詰められた方が弱いんですけどね。ただ、明らかにその挑戦は無謀と思った時にね、それでも本当に無邪気に応援していいのかっていう話ですよね。ですから応援する側のね、スタンスにも、大きな課題を与えたんじゃないかなと、それも教訓にするべきじゃないかなと、思っています。